過法の百マス、計算百マス計算とは、縦十横十のマスの左と上に、それぞれ零から九の数字をランダムに並べ、それぞれ交差するところに指定された、計算方法の答えを記入する計算トレーニングである。基本的には集中力、計算力を高めるために用いる手法であり、思考力の鍛錬にはならないとの指摘もあるが、単純な計算を大量にさせることにより、 児童に達成感を与え学習習慣になじませることを狙っている。朝日新聞のインタビューによると、昭和40年代頃に、岸本博士の担当するクラスの児童の発想により、生まれ、昭和60年代に、百マス計算と名付けられたという。その後、弟子筋の影山秀夫らが百マス計算を授業で活用し、 小学生の基礎学力向上に成果を見せたことにより、インザンメソッドとして話題となった。インザンメソッドの場合、50マスの同じ問題を連続して解かせている。イン,ザンは100マス、計算の普及で有名になったが、それを自分の功績とはせず、ことあるごとに、私の死の岸本博史氏が普及されたと述べている。二千三年にはインザンの表した。 徹底反復100マス計算が300万部を超えるベストセラーとなり多くの小中学校で授業や自習に取り入れられるようになった2006年12月には小学館より Nintendo DS ソフト DS インザンメソッド電脳反復マス×マス100マス計算が発売されるなど多メディアの展開を見せている100マス計算はインザンメソッドとともに 小学館が商標登録している。ありがとうございます。